が離します、少し離してくる、右を出します。とにかくパンチの伸びもいい、左で来るポンチャイです。ポンチャイの今度左右のパンチの、まあ、ストレートのこのフックがかったこのパンチいいですね。これは、はい、組んでから締め付けるその膝が非常にうまいという赤のポンチャイです。ここは粘るか、粘ってくるか、センチャイローキック、ローキック、左からのローを出してまいりましたのが青のセンチャイ。トンチャイをロープに今詰める、左左左で来る、伸びてくる、しかしトンチャイは焦りません。トンチャイが左、トンチャイ左、今度は右、アッパー左、左が入りました。もうその前の左ですね。そうですね、はい、左、ここは完全にセンチャイを KO しました。赤のトンチャイです。強烈な左からのストレート、センチャイはダウンということになりました。それでは藤原さん、振り返ってください。やはりこの両選手とも最初からこのスピーディーとこの攻撃力を持ったお互いの選手ですから、一瞬の隙というものはやはり見逃されたんですね、特にこの勝ちましたこのトンチャイの攻撃ですね、やはり相手がパンチを出して相手が当たった、それに対しましてぐらついていながらでもこの冷静な判断、要するにパンチが当たったからパンチだけで攻めるというんじゃなくて、その瞬間に膝やキックに切り替えて、肘に切り替えていくということで、そういうね、普通はパンチが当たれば、大体それでキープしまうと、そればっかり攻めていくんですが、そこでやっぱりちょっとこのチャンピオンクラスは違いましたね。本当ですね。ただこのトンチャイもですね、今、KO しましたけど、その前のセンチャイのこの反撃、これもちょっといいものを持ってましたからね。はい、ということでこの試合は3ラウンド、左からのストレートでトンチャイがセンチャイを破った一戦でした。